高潮は海上自衛隊の潜水艦、親潮型潜水艦の8番艦。艦名は高潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては渦潮型潜水艦、高潮に続き2代目にあたる、ガール。高潮は中期防衛力整備計画に基づく平成12年度計画2700トン型潜水艦8112号艦として、 三菱重工業神戸造船所で2001年1月30日に寄港され2003年10月1日に銅造船所で挙行された命名浸水式において防衛庁長官石橋茂により高潮と命名され浸水2005年3月9日に収益し第2潜水隊軍第4潜水隊に編入され横須賀に配備された2012年10月10日 米国派遣訓練のためグアム経由でハワイ方面へ向かい、翌2013年1月23日まで派遣された。2016年7月22日から10月21日までの間、米国派遣訓練に参加し、ハワイ諸島方面において、洋上訓練及び施設利用訓練を実施した。現在は第二潜水隊群、第二潜水隊に所属し、定傾向は横須賀である。 ありがとうございます。